します。よろしくお願いします。どうぞお帰りなさい。ただいま。あの発表があって、はい、嬉しかったんですが、はい、率直なところどんなお気持ちだったですか、決まった時は。そうですね、あの皆さん喜んでくれてるとは聞いてるんですけど、その人以上に僕が一番嬉しいと思います。そして手続きを踏んでこの今日の実感というのはいかがでしょうか。そうですね、まあ、クラブハウスに来て、変わったところと、変わってないところもあるんですが、まあ、帰ってきたんだなという実感はすごく、湧いてますね。はい、真っ先に何か思い出したこととか感じたことって何ですか。受付の三浦さんがいたんで、それが嬉しかったですね。はい、変わってなかったんだな、お元気で。変わった方では変わったはやっぱりクラブハウスがあの綺麗になっているところと、まだあの行ってはいないんですけど、すごく楽しみです。3年ぶりという話はご自身からありましたけども、14年のラストゲームでしたね。あの、はい、試合前練習の時にも玉田コールがあって、試合後も玉田コールがあって、はい、あれから3年かと思うとちょっと、ね、感じるんですが、はい、まあ、長いようで短いような、ここに来てそう思うんですが、まあ、その最終節の時に、まあ、スピーチさせてもらったりとか、まあ、胴上げとかもしてもらったんでね。まあそういうことをしてもらって、まあ、戻ってくるのは不思議な感覚なんですが、まあ、これからすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。そのグランパスから再オファーがあった、はい、どういった思いで受け止められましたか。まあグランパスのことは離れていても、あの頭の中にはずっとありまして、あの結果の動向とかをいつもチェックさせてもらったんですけど、まあ残念ながら降格してもらってしまったんですが、あのそういう中で自分に話をいただいた時に、あのやっぱりグランパスというのは僕にとってあの一番いい時期を過ごさせてもらって、僕の中では特別なクラブなんでね、そういう話を来た時点で、即決させてもらいました。ご自身のチームと戦いながらグランパスどんな風にご覧になってましたか。どんな風に、まあ、一ファンとして見させていただきました。あのグランパスにそもそも柏からいらっしゃった直後はやっぱ怪我が多くてですね、あまりサッカーが面白くないという時期があって、そこからどんどん玉さんがらしさを出していって、あの活躍につながった気がするんですが、はい、もう一度グランパスでもそういう形が求められているのかなという気がするんですが。そうですね、まあ、もちろん期待はしてもらいたいですし、ここ何年も怪我をなくいいコンディションでサッカーもやれてるんで、まあ、その期待に応えられるようにやりたいですし、あのチーム自体もやっぱり J1 昇格に向けてあのやっていきたいなと思ってます。この2年間でのセレッソでのキャリアというのは言葉にしていただくとどんな感じですか。まあ、とてもいい経験をさせてもらったんですが、まあ、昨年に関してはね、不甲斐ないというか、自分が思ったようなこともできなかったので、まあ、それをこのグランパスでぶつけたいなという気持ちでいます。 J2 というカテゴリーでのキャリアはいかがでしょうか。まあ、2年間あのセレッソ大阪で J2 を経験させてもらったんですけど、まあ、そういう中で、まあ、どうすればいいのかっていうことも、まあ、多少はあの理解しているつもりですし、まあ、そういう中で自分ができることは還元したいなと思っています。その関係、そもそもですがグランパスで玉田さんが一番求められていること、どんなことだと現時点で思われますか。どうでしょうね。でもプレーの面でもやっぱりいろんな面で引っ張っていきたいですし、まあ、あとはまあ、年齢も上の方なので、あのいろいろなことを伝えながら、ピッチ内でもピッチ外でもいろんなことで、あの自分の言動だったりとか、プレーの練習の姿勢であったりとか、そういうものをあの見てもらいたいなと思ってます。再びグランパスでの玉田さん、今シーズンの目標を教えてください。まあ、個人的な目標は全く決めてなくて、やっぱりチームとしての目標が自分の目標ではあると思うので、やっぱり J1 昇格、 J2 優勝っていうものをチームとして掲げてやっていきたいなと思ってます。
風間新監督の印象をお聞かせ願いますか。はい、まあ、面識はないんですが、フロンターレのサッカーというものは僕はすごく魅了されていまして、まあ、それで、まあ、風間監督の練習をしたことのある人にも話を聞いて、とても練習から面白いという話を聞いているので、まあ、僕自身も成長できると思いますし、チームとしてもやっぱりいい方向に向かっていければいいなと思っています。現時点の面識がない時点で、はい、ご自身のサッカーとこう活かせるというか、こう果敢のうまくいけるとしたらどんなことかと思いますか。まあ、外から見ての感想なんですが、すごくサッカーを追求しているなと思っているので、まあ、僕に合っていると思いますし、本当に毎日サッカーを楽しみながら、成長していければいいなと思います。最初にお会いした時にどんな会話をしたりしますでしょうか。いや、何も決めてないです、はい、サッカーの話になりますよね。まあそうなると思いますけど、まあ、いろいろな話ができればいいなと思います。37歳でのシーズンになる30シーズンになると思いますが、グランパスサポーターに意気込みをしたことをお願いします。まあ、年齢は37の年になりますが、年齢のことはあまり自分の中では考えてないですし、年齢で見られないようなプレーを見せたいと思うんで、まあ、一緒に頑張っていきたいなと思います。あのコメント最初ピッチ内外で 200% というお話ありました、はい、あの中身というかもう少しお話しいただきたいと思います。いや特に何だろう、まあ何ですかね、でも 200% というふうに、まあ、気持ちが入っているということを示したかったんで、まああんまり気にしないでほしいなと思いますどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、東海テレビの場所です。あの、まあ、3年ぶりという短い間ではありますけれども、やっぱりチームもかなりこうメンバーが入れ替わって迎えるシーズンで、はい、前にいらっしゃった時はでも若手からは随分とやっぱり玉田さんの技術やら人柄やらこう面倒見もいい印象もありますけれども、今こう楽しみにしている若手、まあ、ライバルですからあんまりそういう感覚ないかもしれません、はい、もしいれば、まあ、若手で言えば、まあ、青木とか、杉森っていうのは僕がいた時から、慕ってくれてまして、まあ、その2年間で、成長している姿も見たいですし、僕のプレーを見てより成長させたいなと思ってはいます。新しくなったメンバーについては、まあ、J2 でプレーしていた選手も結構いますので、はい、玉田さんが一番よく見てるのかもしれませんけれどもどんなチームになっていきそうですか。どんなチーム、やっぱり監督、風間監督がいるっていうのもやっぱり大きいと思いますし、魅力のあるサッカーっていうものを見せたいんですが、その中でやっぱり結果っていうものを求められると思うんでね、その両方がガチできるようなサッカーをしたいなとは僕個人は思ってます。NCの内山と申します。お疲れ様です。2年間 J2 でセレッソで戦ってきて、で、まあ、プレーオフでクラブはセレッソが昇格しましたが、玉さん見てて2年間の J2 の一番の難しさっていうのはどんなところに感じましたか。まあ、スケジュールもそうですが、でも J2 といっても年々僕はレベルが上がってきているなと感じているので、やっぱり難しいシーズンにはなると思うんですが、やっぱり自分たちを信じるっていうことが一番大事になってくると思いますし、その中で結果を出していけばより自信も深まっていくと思うので、まあ、そういうところを考えながら僕自身はやっていきたいなと思います。中京テレビの下畑です。チームが大幅にやはり選手に入れ替わりました。玉田さん自身がこうレギュラー、いわゆるまあ横一線でスタートすると思うんですけれども、レギュラーラッシュに向けての意気込みというか、その辺を強く確認いただけます。はい。まあ、あんまり僕自身深く考えずに、自分のやれることをやることが一番のその近道なのかなと思っているので、まあ、これをしようとかこれやるのやめとこうとかそういうのはあまり考えずにピッチに立ちたいなと思っています。
その辺のモチベーションというのはかなり。モチベーションは高いですし、すごく楽しみですね。それでは本日お話しの方をいただきありがとうございました。